森岡市、アイスリンクは、岩手県森岡市にある公設のスケートリンクである。東北地方では、アイスリンク仙台とともに、24時間通年滑走可能のスケートリンクである。なお、道のくコカ・コーラボトリングが、命名権を取得しており、2016年4月1日から、道のくコカ・コーラボトリングリンクの故障を用いている。森南地区開発により区画整理された。 本宮地区にある森岡市総合アリーナと森岡市総合プールに隣接している。その他周辺1キロメートル圏内には岩手県立美術館、森岡市子ども科学館、森岡市遺跡の学び館、森岡市立病院があり、東リンクを含め県営、市営の施設が多数立地している。冷却システムは自然冷媒を採用し、省エネルギーなものとなっている。 2016年3月10日、地元企業の道のくコ加工ラボトリングと森岡市は命名権契約を締結した。契約期間は3年、契約金額は年間100万円で道のくコ加工ラボトリングリンクの故障を用いている。その後、契約更新が行われネーミングライツ契約は年間100万円のまま2024年3月31日まで延長された。 ありがとうございます。